えー、好きな YouTuber の話ということで、結構ね、YouTube 見るんですよね。テレビをほぼほぼ見なくて、まあ、YouTube 結構見るんですけど、まあ、好きな YouTube、やっぱスピッツクリップス。<laughs> ただ、スピッツクリップスは <laughs> 別に YouTuber じゃないですもんね。<laughs> あ音楽系でも、スピッツクリップスはもちろん見るんですけど、あとは音楽系というかですね、音楽ジャンルで言うと、最近、バーバパパさんとか、ね、結構ね、見ますね。<laughs> <laughs> なんかねすごいですねあ,あの「VAVA」っていう曲があるんですけどなんか、ね、言葉に表現するのが難しいんですけど、まあ、なんかちょっとね <laughs> ちょっとなんかね決まっちゃってる感じのなんか動画っていうかですねなんか中毒性のあるですねアニメなのなのんか 3D アニメみたいなの作ってますよねなんかねあの鳩の鳴き声を EDM にしてみましたみたいな んーポ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 ポポーポーポーみたいなバーバパパさんのハトの動画とか結構おすすめですあとで余裕があったらリンク貼っておきますあと誰だろうな結構 y o u t u b e あの話したいんですよねあとはねあ全然もうジャンル違うけどやっぱね猫猫ちゃんの動画とかねめっちゃ見ます今パソコンの方でね履歴を見ながら喋ってるんですけど 猫ちゃんの動画でねたくさんあのなんだろうえー、おでこちゃんとかねっていう猫猫ちゃんがかわいいですよねなんかねパパに甘える猫動画ですねとにかく甘え上手な猫ちゃんあの上目遣いでパパにねこうあの甘えるんですけど甘える時の鳴き声が違うんですよ甘える時の鳴き声だけなんか明らかにちょっとねあざとかわいいみたいなでもパパがメロメロになってるみたいな おでこちゃんですね。えー、豆大福チャンネル、あ、ヒノキチャンネルかな猫、猫、ねねね、チャンネル、すごいね、見てます。それからね、ファミリーチャンネルも結構見てますね。<laughs> 大丈夫ですか普通に僕が好きな YouTube の話をしちゃってますけど、全然音楽とか関係なかった、なくてごめんなさいよ。あの、いろんなジャンルのね、見るんですよ。えー、っとですね、なんだっけ。 ふわふわこっちゃんねるって最近見ても、これも猫チャンネルなんですけど、まあファミリーチャンネルでもありますね。なんかね、あの、こっちゃんっていう、えー、スコティッシュ、なんだスコティッシュホールドあの毛がもうふさふさ、ふわふわなね、こっちゃんっていう猫ちゃんがいるんですけど、で、家族4人のね、なんか同じ福岡県っぽいですね、なんかね、うん、あの、福岡弁でね、みんな喋ってて、で、 小学生の女の子とそれから、えー、幼稚園か小学生かちょっと忘れちゃった、まあ、姉妹とですねその後旦那さんと奥さん4人の家族の <laughs> と <laughs> こっちゃんのねこっちゃんとあの妹さんの喧嘩とか面白かったですねあの喧嘩というかですねじゃれ合いなんですけどなんかプロレスみたいな感じでねこうなんかこう 猫が投げ飛ばされたりなんか投げ飛ばされるといて言い方は悪いですけどうまいんですよ遊び方がであのそのすっちゃんという妹さんがこ転がっていったりとかその転がり方が非常にうまいですね <laughs> すごいおすすめですふわふわこっちゃんねるよかったら検索してみてくださいはいあとなんだろうあとねあ最近あとサマーズチャンネルね解説しましたねサマーズが結構好きなんで 多分面白いだろうなっていう。よくね、昔、深夜番組とかよく見てた、今も、ね、サマーズサマーズとかね、か神サマーズとかね、神サマーズかな。なんかその多分延長線上でチャンネルやるっぽいん、ね、で、そちらも楽しみですね。いろいろね、そう、YouTube 見るんすよ。麻雀チャンネルだったと、ザキさんっていう100万 YouTuber、v チューバーですね。ハリネズミ。 がずっと麻雀やってるハリネズミのアバターというかですね。VR でこう、えー、VTuber、ハリネズミ VTuber ですね。ザキさんってめちゃめちゃ面白いですね。毎日、毎日見てますね。u t u b e やっぱ面白いんだよな <laughs> すみません、なんか <laughs>、そんな感じです今日の動画、YouTube、えー、っとね。あと誰だろうなああ、最近ね、バズってますよね。あの、タイピーニッキさん。あ,あの、ね、猫、なんだっけ。 なんかネズミ捕りかなんかに引っかかってもうベトベトになっちゃった子猫ちゃんを拾ってもう多分このままだったら生きていけないだろうなぐらいのもう本当にベトベトで洗っても取れないえなんかね毛も切れる切れないぐらいのもうネズミ捕りの粘着力ってすごいですからねを救出してまあそのやっぱ捕まっちゃったんでもう生まれたてぐらいですよね多分数ヶ月くらいの本当子猫ちゃんなんですけどをタイピーさんかなんか拾って。 で,すね、でも最初はめちゃくちゃ警戒してるんですやっぱりこう捕まっちゃったから人間怖いみたいなシャーってこうシャーって言うんですけどだんだんねこのお医者さんあの獣医さんのとこ行って米ぬかをこうなんかね少しずつつけてね少しずつ少しずつ本当に何日もかけてですねその粘着のやつを落としていくっていうね で、だんだんんシャーって言ってた猫ちゃんがですねちょっとねおもちゃとか与えたら遊ぶようになったりとかですね他にもあと3匹ぐらい確か猫とか犬とか飼ってる動物好きな方ですよねなんですが、えー、だんだんねこう懐いてきたりとかですねこう慣,れ慣れてきたりとかねうんめちゃくちゃいいですね <laughs> 魅力がうまく伝わらないななんとなんだろうな YouTube はね、かなり見る時間長いんですよ、僕。一日の上で。まあ、やっぱり YouTube 自分もやってるんでね、いろいろこう見つつですね、どんな動画面白いかなとかね考えたりするんですけど、あと一つぐらい紹介しましょうかね。あと何だろうなぁ。音楽、<laughs> 音楽談義でも何でもないんですけどね。あとは、あ、まあ、宮迫チャンネルもたまに見てますね。宮迫さんのね、加藤さんとの対談面白かったですね、この前ね。 芸能人がねどん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  YouTube に参戦していってますねあとは何だろうな <laughs> 何でしょうねあとあーあとちょっとこれはちょっと悲しい話なんですけどねあの好きだった YouTuber さんがちょっとね病気でお亡くなりになっちゃってロトネットさんっていうね 僕ゲームセンターのなんか、ね、メダルゲームとか,なんか、ね、スロットとかは結構好きで今はそのやってないですけど子供の頃よくやっててずーっとそのメカスロっていうんですかねあのゲームセンターにあるようなスロットをずーっと配信しているっていうその様子を実況しながら配信しているっていうチャンネルなんですけどちょっとご病気でお亡くなりになってしまってでもね病気の間でもですねアップロードしてて予約投稿してるんですよね予約投稿してて だからその予約投稿が終わったらもうそのチャンネルが終わってしまうっていうですね非常に悲しいですよねだから今でも元気に投稿はしてる元気にというかその画面の中ではこう元気にですね配信されてることになってるんですよねことになってるというかうん悲しいですね <laughs> ちょっとね今日今日の動画は取り留めもなくしゃべりますからね YouTube ね、うん、面白いあーあとね高須クリニックの高須幹也先生あのなんていうか有名な人高須高須先生いるじゃないですかあのなんかまあちょっとうまく言えないな高須クリニックを立ち上げた人の息子さんですかね <laughs> 息子さんのい YouTube はなんかめちゃくちゃで面白い高須美高須クリニック見,た見てる人いますなんか十4円のうどんっつって14円一玉多分14円のうどんに醤油とたと卵かきたかきたまうんかきたまうどんみたいなことして「イドルギュー」スとかなんか <laughs> イドルギュー」スってうどん食べてるいやそれだけなんですけどいやなんかねもうめちゃくちゃなんですよね 食べていいきたいと思います <laughs> 高須美希ア面白いですね。なんだろうなと。あとは。<laughs> マジで。ちょっとね、メインチャンネルとは、ね、違うテイストでね、お送りしようかなと <laughs> 思っております。 YouTube の話はね、結構ね、いろんな方としたいんですよね、僕。なんだろうなえー、っとね、もうないかななかったら終わります。<laughs> ちょっと、ばあばパパさんと、あー、まああと、小島さんね。ジャッシュの小島さんの新しいチャンネル面白いですね。なんかこう、やっぱ、人柄が出てていいっすね。なんかね。 安心して見られるっていうかね、あ、この人いい人なんだって、なんとなくね、思うとやっぱりね、安心して見られるじゃないですか。なんかそういうのね、いいっすよね。って、面白いしね、実際ね。いいですね。<laughs> なんやこれ。そんなもんかな。そんなもんか。はい。ということで、皆様、おすすめのチャンネルありますでしょうか。まあ、あったら書いてってください。このチャンネルではこんなよもやま話もね。 ていくんで、ね、まあよかったらチャンネル登録お願いします。